改めてですけども、はい、今回4年ぶりのリアルバースデーイベント,、はい、ベントということですけども、うんえー、率直に今のお気持ち聞かせてくださいそうですねずっとオンラインだったのでこう直接会えるっていうのがすごく嬉しくて地方からも来てくれる方が結構ツイッターとかのリプで見てると多かったのですすごい楽しみですイベントの内容は、はい、イベントの内容はなんかクイズやったりとか質問をこれなかった方 方たちからも、こう受け付けてるので、それをしたりとか、写真撮ったりとか、そういう感じです。まあ、去年は多分できなかったんですよね。確かはい、そうなんですよ。で、まあ、四年ぶりの。お客さんの前でということですけども。うんはい、どうですか。どんな反応を期待してますか。お客さんに。ええー、どんな反応。でも、四年ぶりなので。きっと初めて会う方も多いと思うし。こう図いに来てくれる方も。も もいると思うし、なんだろうな。でも喜んでくれたら嬉しいなとは思います。はい、あと先日誕生日お迎えし、うん、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。21歳になりましたけども、どうでしょうか、21歳になった抱負は。え、抱負ですか。はい、抱負、うんでも本当去年二十歳になったばっかりで一瞬だったので、結構体感三ヶ月ぐらいだったから結構なんか焦ってたというか自分自身が二十歳はだから。 21歳はちょっと落ち着いて一つ一つ丁寧にお仕事もしたいなと思います二十、はい、歳になった時に、うん、まあお酒飲めるということ言ってましたけども、はい、飲めました実際お酒ははあの最初飲めなかったんですけどちょっとずつあの飲めるようになってきました強くないんですけどの何のお酒が一番好きですかえー、甘いお酒が好きです <laughs> <laughs> 欠中すみません。今、はい、質疑応答中すいませんが、すじの皆様ストロボ高、えー、ない形でお願いできたらと思っております。フォトセッションのみでお願いします。すみません。失礼いたしました。えー、何の話してるか？ああそうそお酒の話 <laughs> <laughs>。甘酒。甘酒ってことですか？甘酒？甘酒って何ですか？甘酒知らない。すみません。すみません。知らない。そなんかふなんていうんですか、飲みやすいやつが好きです。はい。 強くないんで。あのあと先日ですけども、うん、アカデミー新人俳優賞、はい、受賞おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしょうか。改めて受賞して。いや本当にあの初めての映画撮影だったのでこんな光栄な賞をいただけると思ってなかったからあそこのステージに自分が立てると思ってなかったので本当に人生で一度しか撮ることができないあんな光栄な賞をいただけてめちゃくちゃ嬉しかったです。どうでしょう演技の方は。うんうん 自信はつきましたか？自信はないです <laughs>。演技に関してはもうまだまだ勉強することばっかなので、本当マカズを踏みたいなって思う思います。あのまあ今回ねアカデミー賞を取りましたので、はい、アカデミー賞俳優ということがずっと今後ついてきますけども、うんはい、その辺のプレッシャーみたいなあります、はい？プレッシャープレッシャーそうですねでも。 いただいたからにはその賞の何恥じないように自分もついていけるように頑張ろうってう今前向きな気持ちです。はい、あの仕事としてはどうなんでしょうこのモデル、バラエティタレント、はい、俳優というふうなことになってますけども、うん、一番力入れてるものとか、はい、今後やってみたいものって何かありますか？ーえーでもなんか全部やりたいことなのでこう全部一つ一つ。 モデルもバラエティも女優業も全部楽しいので。今年は <laughs>。全部やりたいことだらけなので <laughs>。全部頑張りたい感じです。一番力入れたいっていうのは。な一番。どうなんでしょうか、今後の。うん、一番を決めるのは難しい。ですね。はい。じゃあ、三つともやっていくと。はい、やりたいです。あと四月期からもね、連ドラ決まりましたし。ね。はい。ねはい 演技の面では目標にする人とか,なんかいらっしゃるんですか私はでも「恋です」でご一緒した杉咲花さんがすごくずっと憧れの方なんですけどもう本当に現場に対する姿勢もそうですしもう演技も間近で見させていただいて衝撃を受けた方の一人で昨日もアカデミー賞終わってから見たよって連絡くださってすごく優しい方だなと思ってもうずっと尊敬している方ですあの、まあ、今回のイベントなんですけども。はい MC をマネージャーがあそされるということで、はい、それはどういういきさつなんですかえぇ、ー、なんか一番ラフに話せるかなと思ったのと、あと結構マネネって言ってファンの子も知ってくれてる存在ではあると思うので、なんか一緒に出ようよみたいな感じで決まりました。え、それはメルルさんから言ったんですか、はい、?MC やってほしい。なんかお互いですね。<laughs> どうでした 忘れました。<laughs> ちょっと帰ります。はい。すみません、よろしくお願いします。ますあのイベント中に早口言葉やるっていうのは、そうなんですか。あ、これ言っちゃダメだった。大丈夫です。大丈夫です。あ, <laughs> あ、だい大丈夫です。<laughs> らしいんですけれども、はい、地震のほどは我々ちょっとそこ取材できないので。そうですね。でもあります。 東京特許許可局とか、はい、東京特許許客局 <laughs> <laughs> でもこれは来ないと思ってるので大丈夫ですまありがとうございますあとまあ今回その先ほど質問にもありましたけれども、はい、リアル開催4年ぶりで、はい、まあ久しぶりにファンの皆さんと直接会えるっていうことで、うんはい、あの温水さんにとってファンっていうのはどういう存在でしょう改めて。そうですねなんかやっぱ本当に なんだろうな。頑張れる存在です。し、こうし新しいお仕事決まったりとか、自分にとって嬉しい。お仕事が決まった時に早く知らせたいなって思う。本当に身近にいる。支えてくれてる存在なので、なんか家族みたいな。本当になくてはならない存在だなっていつも思います。のファンからのそのリアクションとか会うっていうのは、そのモチベーションが上がる方に繋がるのか、それとも安心したり。 ゆっくりできるっていう感じなんですかね。うん、なんだろう、モチベーション。うん、なんだろうな、でもこんなに応援してくれてる人がいるんだっていう安心感と。頑張ろうって思う自信につながりますね。はい。ありがとうございます。はい、すみません、先ほどあの。 昨日の日の本アカデミー賞新人俳優賞を取ったという話で感動いただいたんですけども、うんはい、実際、の授賞式で実は裏でこんなことあったとか、うん、こんな人を見て実は気持ち上がったみたいなことありますへーあでも、それこそあの有村架純さんあの石子と羽男でご一緒させていただいたんですけどご挨拶に行ったら映画見たよって言ってくださって萌えかれ。 あんなに忙しいのに、見てくださったんだっていう嬉しさと、なんか感想も言っていただけて。今のメルルだからできる作品だねって言ってくださったのが、もうすっごく嬉しくて、もっと頑張ろうって思いました。あんな素敵な方になりたいなっていうのと、すごく嬉しかったです。はい、ありがとうございます。あと一点すみません。まあ、あの二十歳は三ヶ月ぐらいで終わっちゃった気分だっていうお話ありましたけれども。はい、大人になった実感っていうのはありますか。ええー、大人になった実感。 うんあんま自分自身ではないんですけど久々に会ったスタッフさんとかに「もう二十歳なの大人だね」って言われるとあやっぱ二十歳から大人なんだなって頑張らないとちゃんとしないといけないなって思います、はい、服装の面で変化とかっていうのは出てきましたあでもそれはあるかもしれないです、はい、なんか昔は履かなかったヒールとかを私服で履くようになりましたありがとうございます。はい あえっと確か去年はい、えー、中日ドラゴンズの始球式やったんですよねあはいはいで今はまさに WBC 真っ盛りですけどもいかがですか改めてえー、そうですねやっぱ私は地元が愛知っていうのもあるので応援したいですね <laughs> 野球にはあまり関心ないんで関心なくはないんですけど詳しくはないです 頑張ってる姿は素敵だなって思います。特に今回日本の選手の中で注目した選手とか頑張ってほしい選手っていますか？はいはい、そうですね。いやな本当に申し訳ないんですけど詳しくなくてちょっと勉強不足なんですけどおすすめの方いますか？<laughs> <laughs> ちょっと後で調べさせてください。大谷選手が出てるところで知ってますか。あもちろんもちろんはい。あ知ってます？はい。 ダルビッシュ選手が出て、選手が出てるってことは。はい、なんか南原さんがおっしゃってました。<laughs> <laughs> はい。その程度の知識ということで、でも頑張ってほしいですよねす。頑張って応援してます。はい。あ、そうですか。はい、昨日、テレビ見ました。ダルビッシュは。リアルタイムでは見えてないですね。はい。そうですか。わかりました。ありがとうございます。アカデミー賞受賞、おめでとうございます。今回も、前カレーで受賞されたということで、岩本さんから、何かお祝いの言葉とか、いただいたことはありますか。 えーっとでもあのスタッフさん昨日萌えカレーのスタッフさんと久しぶりにお会いしておめでとうって言ってたよって言ってくださってすごい嬉しかったですやっぱあの作品私も大好きなのであのメンバーに出会ったことがすごく幸せだなと思いいます、はい、ありがとうございます。